夫が失踪。全国手配。身ぐるみ剥がされて、金もあそこも奪われたけど、無事生還。もう本当お騒がせしてすみません。修羅場の始まりのきっかけは夫婦喧嘩。仕事、終わりに、会社の人と飲み会に行った夫。それ自体は何ともなかったんですが、その後、別の人との飲み会に直行。その際に、生活費のほとんどを使い込んでしまったと。給料日までどうするの?と切れてしまった私に、酔っている旦那も喧嘩越しに。そして夫は、お前の人生に俺が邪魔なのがよくわかった。俺は死に場所を探しに行く。もう連絡しないでくれと、いう言葉を最後に、私の携帯を着信拒否、LINE はブロックにしてしまった。ぶっちゃけ、その時は酔っ払いのザレ言だと思って気にしてなかったんだ。翌日、帰宅した様子がなかったけど、そのまま仕事に行ったんだろって家でゴロゴロしてた。そしたら、昼頃に会社から連絡。夫が会社に来ていないけれど、そこにいますか?と。そこからは大パニックの修羅場開始。慌てて、近所の交番に駆け込み、夫が死んだをほのめかす内容を、最後に連絡が取れない、会社にも行ってないと説明。すぐに事件扱いにしてくれて、私は、夫の写真やらを持って少し離れた警察署に、失踪届を近隣に接する県が近いからということもあり、全国手配で提出。携帯会社への情報開示請求をしてもらい、夫の携帯で位置情報を出してもらうことに。何もできることがなくなった私は帰宅。自宅待機をして、万が一夫が帰ってくるのを待っていた。帰宅して、2時間、警察から電話。旦那さんの位置情報が出ました。〇〇〇〇の丁目から1キロ圏内です。我々も向かいますが、奥さんも向かってみてくださいと言われ、最低限の荷物を持って電車に飛び込んだ。言われた付近を探し歩いたが、夫も、夫の携帯も見つからない。心配してきてくれた、共通の友達と、警察からの連絡を待ったが、それもなかった。その後、位置情報が出たところに近い交番の人にも状況を説明して、見回りの際に探してみるから、もうすぐ終電だから一度帰宅を、と促されて帰宅。そしたら、部屋の明かりがついている。家に駆け込むと、そこには、疲れた様子で布団に倒れ込んでいる夫。泣いた、もうね、近所迷惑とか、頭からスポーンってなるくらいに泣いた。慌てる夫の話を聞いてみると、昨日の飲み会帰りからの記憶がないらしい。気づいたら知らない公園のベンチで、身ぐるみ剥がされて、荷物も何もかも奪われてた。お尻も痛くて、あそこがぬるぬるしてて、でも帰らなきゃと思って9時間くらい、ずっと歩いて帰ってきてた。と、言う夫に、電話で口論になったこと、会社にも来てないと連絡が来たこと、連絡が取れないから全国手配されていることなどを説明。探すのに協力してくれた人への連絡、手配解除の連絡などを済ませて、一応は、夫失踪事件の幕を閉じた。連絡が取れなくなってから約20時間ほどの失踪だったけど、私にも夫にも修羅場でした。夫の放置の状況は事件臭いけど、警察からいつ、どこで、誰に、がわからないと事件にできないと言われそこもまた修羅場なのかもしれない。しばらくは、足が腫れるほど歩いた夫のケアに努めます。